だから僕はこう捉えてるの、背中を。それを分かってもらった上で、技術とマーケットの1対9ですね。うん、業界平均 30% あればいいと言われる中、私の講座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。今回はですね、はい、治療技術とマーケティングのいいバランスっていうのをお聞きしていきたいんですよ。整体院における、マーケティング集客活動とかっていうようなところと、治療技術の向上という、その辺のバランスっていうのは、熟成さんいろいろ事例も多いと思うので、こういうふうにしてるやつらが、こういうふうに考えてるやつらが、順調に売り上げ伸びていってるよねっていうふうなところについて、お話ししていきたい。Okay、でそれにプラスで森川先生の考えも含むっていうふうなところでお聞きできればと思って、じゃあ技術、はい、技術とマーケ、はい、まずね、この技術って何なのかだと思うんですね、僕。これをね、直せる直せないで考えてる人って売り上げ上がらないと思います。そこ興味深い、はい、治らないで人は来続けるとかじゃないんですよね。まずそこを気づかないといけなくて、いや脊椎管狭窄症、喋れてないけど狭窄症治せないんですよねとか言ってる人って売り上げ上がらないですよね。どう言ってる人が売り上げ上がるんですかね。正直一番関係ないと思ってる人が上がってますよ。マジかよと。まあね、まだ反感食らうんでしょうけどね。だから僕の場合は技術とマーケー僕1対9でいいと思います。ほう、はい、でここでまた語弊があるんですけど、じゃあ何もできないやつが流行るんかって、そういうわけじゃなくて、なるほど、もう開業する気になってる時点である程度技術あるでしょって、じゃあその技術ってどれぐらいなのってなった時に、勤務先でこの先生嫌やわチェンジしてって言われないぐらいの技術、なるほど、があれば大丈夫。まあ中等度ぐらいあれば、そう、まあ、あればみたいな、普通にクレームが出ない程度だったら大丈夫。ほうで、僕は技術ってね、もうこう思ってるんですよ。杉×人間力だと思ってるんですね。おー、なるほど、で、治療家はもうこれ 10-0 と思ってるわけですよ。はい、こう思ってる人が、技術に走ってるから僕はうまくいかないと思ってますね。あ、職人気質。そうです、そうです、はい、これがなくとも5対5とかね、思ってる人とかは、まあ、うまくいくかなと思ってます。ここがね、もう欠落してる人が多すぎると僕は思ってるんですね、だから僕はいつも技術を否定するんですよ、はい、でも技術ってね、まあ、商品力なんであった方がいいに越してるけど、僕が言う技術はここなんですね、はい、だからまずこれを前提として聞いてほしいんですよ。その上でやっぱり、技術とマークは1対9でマーケです。集めれないと話にならないです。それってじゃあ左上の技術の位置の中の主義と人間力の割合みたいな感じですね。そうです。あ、なるほどなるほど、はい、だこれはダメです、せめてこうですね、だから技術めっちゃ下手くそでも人間力強いやったらこれ流行ってるんですよ。そういうことか、じゃあ治らへんやんみたいな、いや人間力いい人の周りおったらね、体良くなっていくんですよ。人間力って言われて、ごめんなさい話止めちゃいますけど、人間力って言われたら何なんですか、ざっくりええやつかどう、ざっくり言うとこの人通って居心地いいなでいいと思います。あー、なるほど、で人って結局自分の話聞いてくれたらいいわけじゃないですか、自分の話を聞いてもらえないから体不調多い人が出てくるわけじゃないですか、どんどん。だからちゃんと聞ける人、ちゃんと相手の話を聞ける人、で相手の話を、引き出せる人、でもっと言うともう聞き出せる人あ、そうはね、もうなんか先生聞いてくれたら私ほんまに思ってることどんどん出てくるわみたいな聞き出せる人っていうのは直していきますよ。だってカウンセラーが存在するぐらいですよ。でカウンセラーの元行ったら痛み取れたりするわけじゃないですか、読書療法あるぐらいですよ。あ、読書療法、本読んで治ったりもするわけじゃないですか。でも治療家ってこれで何とか勝負するんですよ。これは治療家のエゴだと思うんですね。もちろん追求したらいいと思うし、ね、そのスペシャリスト、ね、出てきたらいいと思いますし、でもこれがめちゃくちゃすごくても人として臭いやったら終わってますからね、確かに、たまに見たくないですもんね。そうなんですよ、会いたくないじゃないですか。だから僕はこう捉えてるんですよ、中を。それを分かってもらった上で技術とマーケットなの1対9ですね、なぜかというと人来ないと話にならないんで、で人来てたくさんいろんな事例と向き合ったら学びますで、ここがめちゃくちゃ良くても人が来なかったら、本番しなかったら馬なりまへんでって話なんですよね、でこれをやってって流行ってきたらだんだんもう赤で書いちゃいますけど2対8とかね、3対7とか4対6とかなってたらいいんじゃないかなと僕は思ってます。あー、なるほど、始まりはマーケですよ、よう考えてなんですよ。
店出して誰が来るねんって話なんですよ。確かにマーケしな来ないやろって話なんですね。昔はよく言われますけどやっぱあったら来たみたいな、うん、もうオープンしたら人は、ね、そう来る看板あったら来るみたいな感じじゃないですか。もうそんな時代じゃないんだよって、うん、だからまずこっからだよって。ほんまに技術を持ってるんだったらこっからだんだん変えていけるじゃんみたいなでしょ。来たら技術ほんまにあるんでしょ、あなた直せるんでしょ、じゃあ絶対に紹介起こってきますよと。まあ、その紹介もマーケティングだと思うんですけども、そんなの考えなくても技術があるんだったらこうやって増えていくでしょって。で現にこれでね流行ってる人いるわけじゃないですか、はい、そういった確かにいると。じゃあその人は多数派なのか少数派なのかですよ。圧倒的少数派ですよ、うん、そんな少数派の真似をしてあなたがうまくいくと思ってるんですかなんですよ。だから僕は絶対にマーケティングです。うん、うん、確かに技術って、もこれどうやって知らしめるねん、興味持たせて、うん、持たせるねん、選んでもらえるねんっていう風なところがマーケティングですもんね。だから僕はこう思うんですね、やりたいことをやりたいのか、なりたい自分になるのかですよ。ほう、また深い話を。そう、ね、やりたいことやってて人生が自分の理想にかなうんだったらそれでいいと思うんですよね。でもほとんどそうじゃないでしょ、はい、まずはなりたい自分になったらいいんですよ、うん、じゃあなんで開業するのって。いや、自分の技術で世の中の人を作りたいから、もちろんわかる。でも裏ではっていうか本音は稼ぎたいからでしょ。じゃあ稼げる自分にまずなった方がいいんですよ。これやった方がいいですよ。そっからだん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 稼げる自分になって、じゃあやりたいことしていこうかな、お金があってやりたいことできますよ。技術を追求していって技術で直せる、技術だけで集まる資料になっていったらいいんじゃないかなって僕は思ってます。なんか大事なのは前川先生はこうね、マーケマーケマーケって言うからあれですけど、はい、技術がいらんって言ってるわけじゃないっていうところが僕結構見つつというか、これを誤解して、あよしじゃあマーケだけに振り切ったらいいんやっていうふうな話でもないというか、うん、でもないですね。僕の中ではある程度あると思ってるんで、はい、うんうん、でも意外と技術セミナーしたらある程度ないんやなと思ってる部分もありますけど、技術ですね、はい、それで開業してるぐらいなっていう人もやっぱりいるってことですよね、はい、それはリピート取れないよねみたいな。あ、触れ方ってあると思って、まあ、話それてくるけど、はい、触れ方ってめっちゃあると思ってるんですよね。その触れ方したらあえて不安があるやろみたいな触れ方する人って俺結構いるなと思ってて、だからね、まあね、技術セミナー行かれてすごい多いと思うんですけど、きっと上手い先生って触れ方上手いと思うんですよね、触り方って、うん、そういったのもねちゃんと、ね、意識した方がいいんちゃうかなって僕は。でもこのね、また話また変わってくるけど、触れ方って俺ここちゃうかなと思うんですよね。相手にどう思われるかとか、相手を安心させたいと思ったら触れ方意識するでしょ、そら。ああ、確かに。ことは人のこと考えてる人なんであるんちゃうかなと思うんですね。それができてないってことは多分、ね、ないんですよね。だから患者さんはほんまになんかもう何実験台みたいに思ってる人僕は多いんちゃうかなってね、あの治療業界では思ってて、ね、この技術学んだからそこを試そうって。確かに。おかしいやろそれみたいな、実験大会みたいな人って俺めっちゃ多いと思ってるんですよ。うん、だから触れ方とかはね、やっぱり普通に目の前の人に安心を感じてもらいたいとか、ね、少しでもこう緊張なく受けてもらいたいとかなったら触れ方めっちゃ意識すると思うし、声のかけ方とかも意識すると思うし、ね、自分の立ち振る舞いとかも意識すると思うので、ってな感じで思っております。なるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、このバランスここまでなんかね細分化されて言われるとなんかほんまにこれがなかったら前川先生はただのマークの人みたいな感じで思うかもしれないですけどこの動画を通してほんまにバランスっていうのを伝えてもらったんじゃないかなって。ね、これちょっと僕の見方を変えてくれたら嬉しいです、はい、そうです、ね、はい、ではここは以上です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。今回はですね、はい、結局、うん、治療院の差別化って何すればいいのっていうふうなところで、うん、トレトらしいことを言われてる人を見て、あ、なるほどそうなんか、じゃあ自分どうすんのみたいな、うんうんうん、どこ行きますお茶飲むってながら、ああ、僕はタリーズがいいですね。タリーズがいいですか。他行くとしたらタリーズもいっぱい座れませんでした。コメダ、コメダ、サンマルク、サンマルク、でその次ぐらいにスタバかな。スタバ。他は他、え、これぐらいじゃないかなってな感じになってくるわけですよね、はい、スイートルームのような空間で安心して治療を受けませんかとかもいいと思いますし、面白いと思いますよ。